ました。リーダーの身だしなみのお時間です。この番組は身だしなみを通してあなたのビジネスを成功演出する会社オーダーメイドスーツのマージンがお送りいたします。この番組では様々な業界からゲストをお呼びして知られざる業界話やそこに行き着いた経緯、ビジネスのノウハウなどを伺います。さらにはゲストの方に身だしなみについての捉え方や身なりを整えることで得られた体験や、実感なども聞いていきます。これを聞けばあなたの明日からの身だしなみの意識が変わるかもしれない、そんな番組です。私、パーソナリティのプロフィールを簡単に紹介しますと、学生時代にファッションに興味を持ち大学は服飾系に進む、ビートルズに関心があり大学ではビューティシースーツの製作を行う、老舗オーダースーツ会社に入社して5年間修行をし2018年春に独立、身だしなみを整えることで自分自身の価値を高め、会える人や階層が変わることを実感しております。この番組では、ゲストの方にも、身だしなみについてのいろんな話を聞きたいと思います。本職は、ラジオではパーソナリティではないので滑舌が悪く聞き取りづらいことも多々あると思いますが、よろしくお願いいたします。それでは、CM 挟みまして本日素敵なゲストを紹介いたします。一旦 CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。美味しいスイーツを食べるならハーレーカフェ、ツーリングの休憩所にハーレーカフェ、ハーレー見るならハーレーカフェ。毎週日曜には沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャージです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782、沖縄ベタニアチャーチ。はい、リーダーの身だしなみ始まりました。本日のゲストは西野実さんですね。はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。簡単でいいので西野さんの今やってるお仕事と、まあ、あの今までやってきたお仕事なんかも簡単にでいいのでお話しいただけますか。仕事は、35年間、食品会社にいました。今はもう、リタイアして、はい、家で、不動産賃貸です、はい。西野さんはですね、僕前職の会社の時からすごくお世話になっていて、まあ僕からスーツを作っていただいたりワイシャツ作っていただいたりする中で、まあ、かなりこうおしゃれな遊びを洋服にも入れるような方で、裏地で遊んだりボタンで遊んだりで、ちょっとこうなんかこう自分が作った服を着て、まあ、会場に出てくことをすごくこう楽しんでいただいてるなっていうような感じがすごく受けていて、まあさらにはこう美味しいご飯をご飯屋さんを紹介してくれたり、美味しいお菓子を紹介してくれたりで、まあ、そういうのをこう自分も情報として仕入れてすごく参考にさせていただいてる、すごく大好きなお客様の一人 で、まあね、さっきちょっとラジオ撮る前にいろいろお話ししたんですけれども、まあ、西野さんにとってこうやっぱ身だしなみっていうのはすごく仕事の中で重要でしたか。重要ですね。私実を言いますとね、はい、学生時代からそのファッションに非常に興味ありまして、はい、私らの若い頃はいわゆるバン・ジュンの時代です。バン、はい、もしかしたら聞いてる人がバンとかジュンって、はい、分からない方もいるので、せっかくなのでちょっとだけどんなことなのか。カジュアルの中で何つったらいいんだろうな。バンは創設者は石津健介さん、石津さん、デザイナーですよね。で会社持ってたんですが、はい、残念ながら会社がなくなってしまったんですけど、その後にジュン、だからバンっていうとアメリカンですよね。アメリカントラッド、トラッドですね。でジュンはどっちかというとヨーロピアン、トラッドっていう感じだったですかね。で靴はリーガルっていう時代でした。ああもうセットで決まってるよそうです。もう高校の頃に憧れて、ちょうど映画が盛んで、はい、加山雄三の若大将の、はい、
ち早くそのストライプの半袖のシャツを買いに行ったり映画に随分感化されました、はい、だからそういう映画であったり、まあ、雑誌であったり、まあ、その当時は、ね、雑誌とかあんまりファッション雑誌専門も少なかったんですけども、うん、まあ、どっちかと言いますと画像から受ける影響多かったですね。雑誌とか、雑誌、うん、まあ、週刊誌ですよね。週刊誌はねヘルボンパンチとかそういうやつプレイボーイとか、ね、で少しそのファッション系が載ってるんで、で友達がすごくそういうファッションに、うん、好きな人がいてね、まあ、私も引きずられて、はい、まあ、あの興味を持ったっていう次第でございます。やっぱ基本的にはトラディショナル。ビジネスでもこういうバンとか純のファッションに、いや、もうその後は今度はあのゴルフウェアが全盛。バンと純の後は、バンと純の後はもうゴルフウェアで、一番はやっぱりマンシングですよね。マンシングウェア、ペンギンですよ。あれをね、欲しくて欲しくてねそれのポロシャツとかっていう一時流行った時代がありました。でビジネスに入ってはもうスーツですから、うん、あの頃は我々の頃はイタリアンコンチ系が流行ってて、うん、まあ、ポケットがスーツの横にちょっと細めで絞ってて、はい、サイドベンツで、まあ、ちょっとポケットがこうハスリついてるっていうか、そんな感じでしたからね。ところが我がその入った、入社した会社が実は制服の会社だったんですあ、じゃあ決められたもの、決められた服装だったんです。あんだけファッション好きだったのに。そうなんです。それがもううちの会社はそのコンセビロ、コンネクタイっていう指定がありましてね、ワイシャツは白こういう制服会社が長い間続きました、はい、ですからあまりその会社に入った頃はあんまりその服装っていうのはもう決められたもんですから、その中でずっと過ごしてきて、うん、まあ、あの、まあ、そのままずっと来たんですが、ある時その会社で、うん、もうそういうものは廃止しようということになりましてね、うんうん、それでまあ自由になって、その頃ですかね、やっぱりあの一番その洋服に気を使うっていうのは、うん、百貨店、うん、やはりデパートですよね、はいはいはい、デパートの担当した頃ですね、デパート、駅ビル、あ、デパート、食品関係のお仕事で、デパート、駅ビルと取引があった、はい、はい、その頃ですよね。それであの自分が、まあ、ある程度会社の代表として、うん、そのまあ、代理出席でそういう会合に出るようになって、うん、特にあの百貨店の食品のやっぱ食品部長とかっていう方は、はい、大変おしゃれな人が多かったですね。食品をやってる、もちろん百貨店の中でもその食品じゃなくていろんなセクションを回って多分その食品を担当されたっていうことだと思いますよ。はい、あ、うん、なるほど。いろいろ経験して、はい、まあ、その食品の部長さんだったりも、はい、身なりっていうのに気をつけてた結果がやっぱこうおしゃれな。そうですね、まあ、もちろんね、百貨店の一番はやっぱりあのその服装ですから、洋服をね、やっぱり売ってます。食品より昔はね、やっぱ洋服が一番売れてた時代ですから、当然ね、そういうところにいる方ですから、うん、やっぱりそれなりの服装ですよね。そういう時に最初からもう西野さんもじゃあその場所に代理出席って形で。いや、最初は違いますよ。最初はエリア担当のマネージャーみたいのをやってまして、はい、で部長になってからですよね。部長になってからそういうとこ多く出るようになって、そうするとやっぱりそこに来るのは各社みんなあのトップの方が集まるわけですよ、はい、そうすると例えばジャケットでも遠くから見ても、まあ、全然違うの着てるなっていうのがよくわかるんですね、はい、それでやっぱりそういう会合に出るようになって、あんまりそのなんて言いましょうかね、普通のだと逆に失礼になってしまうんじゃないかなって感じたんですね、うん、それでまあそんな、
べらぼうに高いのは買えないんですが、まあバーゲンっていうのは百貨店とかありますよね、はい、そういう時に、そういうところに行ってまあ買い揃えたと言いましょうかね。で必ずスーツを1着買う時にネクタイを色違い柄違いで2本買うんです。そうすると使い回しが効く、うん、そのスーツに合わせたのを選んでもらう、はい、まあ、自分で、まあ、西野さんは自分で選んだんですよ、はいはい、例えばこれ聞いてる方なんかこう、あ、じゃあ俺もスーツ買いに行こう私もってなった時にやっぱそこで2本を選ぶっていうのはいい方法なんですかね。はい、そうだと思いますよ。同じもんだとね、ずっと締め切りになっちゃうから、またあれ使ってるなんて、ね、あ、そうそうですね。だからせいぜいネクタイはもう毎日変える、うん、ネクタイは毎日変える、スーツは2日で1回変える。あ、ネクタイは毎日、スーツは2日に1回、はい、1回、靴は毎日、靴は毎日、はい、ってことは週休2日として5足は、いえ、当時は週休2日じゃうちの会社はありませんでしたと当時は6足週休1日、そうです、そうです、6足持って、晴れ用で、はい、晴れ用が6足、晴れの日用で6足、6足、雨用が3足じゃあもう約10足近い靴を、はい、まあ例えばそんなに1回で買えないよっていう人いるかもしれないですけど、はい、やっぱある程度持っとくっていう方が長持ちしますよね、はい、会社辞めて17年になりますけど、いまだに当時履いてた靴ありますよ。まだまだ使われて、はい、現役で、はい、傷んでないです。やっぱ おトイレもちょこちょこやって、はいはい、いやまあ、だから何でもそうなんですけども、多少高くてもいいものを買うと長持ちするってことです。いいことですよね、はい、ありますよ。だから若い時は数を持てばいい、はい、ある程度年を取ってくるとやっぱ質で選ぶ、これが大事のような気がしますね。例えば、質で選ぶきっかけになったのはさっきも西さんが言ったように、まあ、デパートの人や駅ビルの関係者と会うような時に、はい、あ、いいものを持った方がっていう、はい、切り替えたタイミング、まあそれもありますけど、私それの前ももう高校の頃から靴はもうリーガルとかってそういうの決めてあったもんですから、ね、あんまりそういうのは抵抗なく、だからその中で、そう、同じ中でグレードを上げていくっていう方法ありますよね、はいはい、学生の頃は革底なんてなかなか買えませんから、はい、普通のだったんですけど、やっぱり会社に行くようになったらね、靴はやっぱ革底がいいなって思いましたね。なんか晴れようってさっき言ったのは全部革底のことですよ。なるほど、はい、もう雨ようって言ったのはその革底が足に込むから違うやつ。さっきね、いろいろ話してる中でですね、ファッションっていうのは2つのキーワードが出てきたんですよ。ぜひその話も、ファッションは何々と何々だっていう話があって、あ、おしゃれ、あ、それおしゃれです、ね、おしゃれね、おしゃれっていうのは少しの勇気と我慢、どうしてかっていうと、みんなと違う格好をしますから、みんなにと思われる。だからこれは少し勇気を出せば、うん、どってことないわけ、自分個性っていうね、そこに、そうですね、はい、それと我慢っていうのはみんなより先取り、うん、まあ、きっとファッションは半年先を通り、そういうことですね。それを教わったのは百貨店のある部長さんです。それ取引先の、そうです、いいことをすごく聞いて、はい、その人は今でも忘れませんけど、ものすごいおしゃれの方でした。はい、その人がある時言ったんですね。私夏の終わりだったんですよ。夏の終わりにその方はもう冬物着てるんですこっちがね、クールビズ、まだ夏ですね、まだ、まあ、その当時はね、ネクタイしてましたけど、はい、いやー、部長暑くないのって、西野君な、こういうものっていうのはな、先取りするもんだよ、はい、そうかって、その時ね、その方に教えてもらって、それから自分もそういう風にするようにしました。だからそれは
我慢ですよね。まだ暑いんだから、うん、でももう秋を季節を迎え入れるように、そういうことですね。僕あの西野さんに洋服を買ってもらうときとか選んでもらうときって結構こう同じものを何種類も持つような、まあ、西野さんのこう選び方をするんですよね、はい、まあ、結構こうこれ持ってないからこれこれっていうよりはあの大事なものはいくつも着るから、まあ、夏と冬に1着ずつっていうようなこう選び方をしてて、はい、まあ、本当物持ちがやっぱ良くて綺麗に保ってるっていうのも、それもやっぱこう先取りして、はい、今ねオーダーだから特に時間差があるもんですよね。そうですね、まあ、自分の中でその思ってるって言いましょうか、その持ってないものをこれがいいなっていうより、その例えば色とか柄で、うん、まあ、ある程度こう服装ってまあ保守って言いましょうか、うん、守り、まあ、うん、そうだね、オーソドックスですよね。だから私あの茶系がダメなんですよ、茶色系が、うん、色で言いますとね。だからやっぱりそういう百貨店とかそういうその会合に出るとやっぱりそのトップの方ってやっぱ根系が多いんですよ。はー、これはちょっと一つのヒントですね、うん、だから私、まあ、日本人ってその紺とかって合うって言われて、で洋服っていうのは紺で始まり紺で終わるっていうように、いい言葉ですね、うん、だから私はやっぱりそのベースの中でやっぱ紺、その根系っていうのはやっぱ好きな一色ですよね。だから紺かグレーっていう、うーん、うん、でその中でそのまあストライプが少し入ってたり、はい、でもやっぱり一番好きなのは無地ですよ。やっぱそうですね、無地の好き飽きないどこにでもやっぱシンプルなの飽きない、シンプルなの飽きない、飽きない。やっぱりあのファッションでやっぱりその大事なのはやっぱシンプルですよね。うん、私今あのスーツはあまり着なくなったんですけど、私と私のファッションでこういう人みたくなりたいなっていうのが一人いまして、あ、日本で一等最初にこの ジーンズを履いた白洲二郎さん、はい、ね、あの方は T シャツにジーンズでしょ、シンプルですよね、しかも白い T シャツ、ジェームス・ディーンの、ね、和製ジェームス・ディーンの、あれ憧れますよねこれだけでなんでかっこいいんだろうね。え、そうなんですよ、これだけでかっこいいんですよ。今日はなんかね、こう西野さんよく人のファッションなんかもこう見てくれて、はい、僕こうチェックのシャツなんか着てる時に、はい、あ、はい、さっきそんなのもいいねなんて言ってくれたのも、はい、やっぱ少しの勇気ってところに入ってきて、はいはい、で、まあ僕お仕事柄お客さんのとこ行ってもネクタイ外さないしジャケット着てるって、はい、まあ、あのもしかしたら他の職業だったら、うん、僕も同じように半袖シャツを着てネクタイを外してってやってるところ、やっぱこう今ではこんなこともちゃんとやってるのって少人数になってきたからこそ、はい、そういうところで違いを出すっていうのが大事ですよね。大事だね。やっぱりなんだろうな、みんなと同じつまんないですよねあのファッションに限らず、はい、こう共通するものが先ほど話してて感性だって、はい、ご飯屋さんにしたって、はい、やっぱ感性を磨くところからこう始まるって言ってて、はい、洋服だったら洋服だけじゃなくていろんな分野の感性を磨くっていうのがつながるなんて話もあって、はいはい、あのね、なぜみんなと違って格好するかって、今ねもうリタイアしてますから旅が好きで旅行くんですね。ジャーニー、旅、はい、旅ですよね。旅に行きますとね、その格好でね友達ができるんですよ。あ、ファッション一つで交流が生まれる、はい、生まれるんです。それどうしてかって言うとね、みんなと違う格好してるからどういうきっかけで始まるんですか。いやいやいや、例えばこの間浜松に行った時、静岡の、あの有名な井伊直政 の、 その出た土地に龍潭寺っていう有名なお寺さんがあって、そこのお坊さんが最後の最後に宝物をちょっと見た後に受付にいたら、はい、それ着てるのいいねっていうわけですよ。それ何って、それと私もくどく説明、聞きもせんの説明するんですけど東北のね、あの嫁入り道具に
長持ちの上にねかけた布で作った、これ私の一点物のジャケットよそんなことないからその交流がね始まるっていうのは結構あるんですよ。でも今すごくヒントになったんですけど、こういやおしゃれだよねって言われた時にいや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 で話が終わるよりは、はい、そうこのジャケットはっていう、はもう服にストーリーがあると、そうですそうですそうです、あ向こう聞いたこっちもやっぱ俺がかっこいいなと思ったのにやっぱなんかあったんだ理由が、はい、で、はい、ここまで話が膨らむんだっていうところは、うん、いいですよ、きっかけですよね、きっかけですよ。なんか買い物に行っても言われますよ、この前なんかの銀座に旧共同っていうお線香屋さんがあるんですけどね、うん、あそこに行ってましたら、あこれなんですかって言うから、これはね昭和初期のね反転で作ったジャケットですよって言ったら、おばあちゃんの人触っていいですかって言うから、どうぞ普通なくないですか、おばあちゃんに触っていいですかって言われる洋服を着てるっていうのはでも最近それはねどういうことかっていうと、その日本の昔のその良き文化ですよね、そういう反転だとか、その古布、古い布ですとか、そういうものをリメイクして、そのままじゃ着れない、つまんないんで、その今風にジャケットにしたり、これはねやっぱり、ね、日本の文化のやっぱりこう守るって言いましょうかね、布をそれ捨てちゃえばもう何もならないんですけどね、それを生かすっていうかね、そういうことも大事なような気がしますよ。なんか聞いてる人におすすめのブランドじゃないですけど、こういうのあるんだよみたいな、なんかそういう変わったやつ、変わったやつ、これはねその時の出会いですから、はい、これっていうのはあれなんですが、百貨店のよく催事場でそういう職人店とか、そういう地方の物産店にそういうのがたまに出てる時があるんですね、はいはいはい、でそういうのでこう出会う。私は今気に入ってるのは一つは岩手の久慈ね、久慈、はいはいはい、で中新さんっていうねブランドなんですが、そこがそういう古布のジャケットとかね、それもおめでたい柄のそういうのを、まあ、これ集めるのが大変らしいんですけどね、はい、そこのは結構気に入ってますよ。やっぱこうやっぱ価値で物を見るような目を、そうですね、西野さんなんか僕は学ばせてもらってて、はい、安いな高いなっていうところじゃなくて、はい、これは買う価値があるものだ、はい、なければ高くてもいらないし、はい、っていうところですごく見る西野さんなんですけども、せっかくもう最後3分ぐらいになったので、まあ、さっき言ってた究極、はい、ファッションの私が考えるには究極のそのさっきのリーダーの見出し並みですか、そうですね、番組で究極ね、なんだって言ったら一言で言えば清潔感、はい、それに代表されるって、代表される、これは全てそのような気がしますね。でいくらいいスーツ着ていくらいい靴を履いても靴に泥がついてたり、ね、ズボンのプレスが入ってなかったり、これはダメでしょ。ということはズボンのプレスを入ってるだけで清潔感ってありますよね。ありますよね。ネクタイちゃんと締める清潔感、もちろん髪も整えなきゃいけない。だからそういうやっぱり一流のそういうすごいなって思います、やっぱり清潔感なんですよ、はい、でこれはね食べ物屋もそう、はい、まずね綺麗なところでまずいお店はない。ああもうそれは真理かもしれないです ね。だから小綺麗って古くても小綺麗っていうのはありますよね、これまさしくそのような気がする。あるね東北行ったんですね、お寿司の町でね、そしたらそこにねタクシー乗って本に出てないお寿司屋さん連れてってって言った。そしたらここですよって言った店が表から見たらあんまり綺麗じゃないよね。で、あそこ東北ですから二重扉になってるんですね。
あ、そう、塩釜です。ごめんなさい。塩釜。うんあそこ、お寿司の町なんですね。そして、開けて、その入ったら、これびっくりですよね。その割かし年配のね、ご夫婦がやってるんですが、この旦那さんの着てる白衣に、シミ一つついてない。おシミ一つついてない。あ、もしかしたらこれ、期待できるかな。そしたらカウンター座ったら、白木の一枚のカウンターがもうツルツル。こういう寿司は間違いないですね。だからやっぱり清潔感。もうその段階で、はい、大丈夫だって。大丈夫だ。だからよく汚いラーメン屋さん美味しいって言いますよね。言いますね。あれは嘘ですよ。汚いラーメン屋さんで美味しいとかね。あの油切ってるラーメン屋さんだって、冷蔵庫もあの上のねフードも全部ピカピカ、そういう店はうまいんですよ。だからやっぱり一番大事なのは、どんなにいいものを身につけても、その清潔感がなければダメですよ。ありがとう。もうぴったり時間ちょうどで、すごくいい話で、ありがとうございました。はい、今日のゲストは、西野実さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。カラメルキャラメルから騒ぎ、ドキドキ胸弾めば送る